ザルへ、金色になれ、ザルバとの契約、まあ、状況も良さそうですし、自信ありますので、この台を受けたいと思います。おう、ガッタンズ、おい、いきなりかよ。ヘソで消化しても、右で消化しても、お当たりの格差はないというところなので、いつ止めても OK です、この台に関しては。打ちながらだと、ちょっとね、手いっぱいになってしまうかもしれないので、簡単に言うんですが、まずは、4回外方ですね、それが1セットになってますんで、2回方目が、開いたら止める、3回方目が開いたら打ち出す、2回方目が1回方目、閉じる。開けると、もう一回いきます。2回多め止める、3回多め打ち出すと。どうだ、今日はついてるか。3回多めが閉じるぐらいでもいいかもしれないです。その右の状況によってもばらつきあるので、球のこれは微調整してください。スティーが抜けたと。で、今あと残り時短が40回転になってると思うんですけど、これは、5% の4ラウンドを引いたっていう証拠ですね。2回目開いたら閉じる、3回目閉じるぐらいに打ち出すと。まあ次の時はあと止めます、止めます。今ひねりの方を説明しようと思ったんですけど、当たりました、やりました。これで6ラウンド以上です。今回のこのザルバに関しては金色の37とかですねに関しましては16とかじゃないんですよ。6ラウンド以上となっております。でこの消化中に G チャレンジですかねっていう演出が出たりとかすれば16ラウンドのチャンスと。3、4と5、6、7で3発打ちして8発目まで入れて、ここでひねると、こんな感じですね。で金の場合は確実に50回転以上の電サポがつきますんで、でこの演出とかもこのザルバ今青いじゃないですか、これが後ろのところが緑だったりの赤だと熱いと、まあ、6回転の固定の演出なの で今回に関しては僕多分インターバルをメインでやっていくと思うんですよ。まあ今回はちょっとひねりの部分ちょっとやっていきたいと思います。まずはちょっとスルー止めます。まあ、持ち方はこんなんですね。そう、説明しますと、ちょっと止めますね。3回多め閉じたぐらいに、2221です。で、打ってきます。3回多め、1、2、熱いやつです。ちょっと転倒させたいんで、バズれる。私はゴルスティの正義、これから孤独の魂を沈める。3回目閉じたぐらいから2、2、2で止める、で一発打つ、
で3回目閉じたぐらいからですね。最後はね、ちょっと溜まってなくても右のサポでそのホールを溜めてるのがいいので、ずっと打ちっぱでもいいと思います。で今、持ち玉できたんで、まあ、いつも使ってる125玉係数できるこのパチコの玉測るやつで、まあ、いつも参考にしてるんで、これでちょっと、測っていきたいと思います。おー、強度ブルってる。腹持ち。ここは SP ってほしい。もう一丁愛しきホラーの母となる。誰だ、またこの人。これが赤なら、まあ初当たりがまあ170-180のうちなんでね。いやちょっと厳しい。おっ、あっ、あかん。でもホテルでも初、あっ、熱い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 んすけど、とりあえずはホゼロ。ここもう一回、あが、これは期待できる。ガロ SP ですね、これで。おお、でここから開くとき、お願い、お願い。あー、マジか。あー、誰、いやレグルは SP 率で一番弱いですね。でもアマなんてね、あ、チャンスアップ。いやマジ当たってくれよ。どう、なんとも言えない。あーチャンスチャンス、あーチャンスチャンス、これは当たるっしょ。これ当たんなかったらもう なんかしてやりますよ。絶対当たる。はい、オッケー。ちょっと投資して、ジオン、まあ、でもまだ、状況はいいですね。ゴー。でこれで、4ラウンドの25回転か50回転の全サポ。いやーアップね、マジで。まあ、この台は9カウントで閉じますんで、1、2、3、4回転まで入れたら止める。で8カウントまでは、まあ、単発打ちしたり
で、あ、今ちょっと一発入れちゃいましたけど、3発目までは、止めとくと。でここで、ワンツーでひねると。今決まりましたね。1、2、3、4止める、5、6、今7、はい、今6発なので2発打つで、ワンツーと決まりました。で、先ほどちょっとね、難しく打ちながらねワンツーしてたんで、ちょっと伝わりづらいかなと思いますんで、ちょっと細かくですねちょっと言っていこうかなと思います。で、最初に関しましては、先ほども言った回の目インターバルですねになってて、4回砲同じタイミングの4回砲が1セットになってるんですよ。なので2回砲目に止める、そして3回砲目閉じるぐらいに打ち出す、これを繰り返すだけです。いきます。まあ、まずはここ当てたいですね。6回転と ST 12分の1なんで、およそ1回、2回、方面閉じる、3回も閉じる時に打ち出すと。で、まだ1止める、打ち出す、止める、打ち出す、止める、打ち出す、こんな感じですね。で、まあ、ちょっと今、まあ、25回転だったとなるんですけど、まあ、ここからひねりちょっと説明しましょうか。まあ、今日に関してはそこまでひねりはバッツリはこの台はやらないと思うかなと思ってるんですけど、まあこれ4回砲じゃないですか。で、1セットで、ですね、3回砲目閉じるぐらいから2、2、2、1で、4回砲に合わせていくんですけど、最後の人によっては2、2、2、2で打つ人もいるんですよね。それはタイミング、僕の場合は2、2、2、1、この1はタイミングを取るために1を単発打ちするんですけど、その際は、2回方目、3回方目閉じるぐらいから2、2、2で打ち出してて、次の1回方目が止めてるんですよ。で、2回方目開いたら1発打つ、そして止める、そして3回方目閉じた時にまた2、2、2、1を繰り返すという感じでやってきますので、1、2、2、2、2、で3回を閉じるときに1、2とやっていく感じですね。